兵庫県立西脇工業高等学校陸上部監督の足立光栄です西脇工業高等学校は前渡辺康二監督が40年間築き上げてこられた非常に大きな土台がございますまず渡辺先生がやってこられた大きな土台の上に 新しいものを取り入れたいということで子どもたちがより効率的な走りができることを目指しまして故障防止も含め動き作りラダートレーニングというものを新しく取り入れてみました今回はその動き作りとラダートレーニングに加えまして長距離走で必要と思われる たくさんの方々から教えていただいたものを集約しました補強運動そういうものを取り組んで紹介をさせていただいております。